くれ。やめてよ、ヤクザじゃないんだから気持ち悪い。お、てめえ。こんばんは、千尋ちゃん。今日は遅番なんだね。ここじゃ揉めんなって何度も言ってんでしょ、丹沢。いや、俺じゃないよ。俺は、こいつら不良が揉めてたのを止めようとしたんだよ。ねえ。あ？タイマーあるんじゃねえのかよ。空気読んでよ。丹沢。ちひろちゃん。俺、あの、暴走族の総長だから、みんなの前でつねるのはやめてほしいな。おい、女。男の喧嘩に口出しすんじゃねえぞ。君かっこいいね。私が入ってこなかったらどこまで続ける気だったの？あ？死ぬまでだよ。本気で死ぬ覚悟があったの？知らねえよ。ただ俺は舐められたまま生きていくのは無理だからよ。って、にすんだてめえ！こいつ焼肉臭くね？てかなんでさっきから全体的に美味しそうな匂いしてんだよ！やめろよ！達也は三塁手焼肉で働いてるから美味しそうな匂いしてんだろうが！燃焼上がりの超不良、覚悟と決意の青春物語。おめえはバカだけどクズじゃねえ。